はい、スロージギングでもワンピッチジギングでもワンピッチジャークでもですね、人気のツーウェイスパイキーのセミロングラウンドですね、ま、後ろが丸いタイプですね、ラウンドに新サイズ、これが今まである85、115、145グラムですね、これがありまして、それにプラス追加で175、205で、この辺がちょっとディープを狙ってもらうための250と300グラムですね。2、4、6、7種類の、ラインナップになります。で、なぜラウンドなのかっていうと、ラウンドだけ、フラットもモデルもあるんですけども、ラウンドにしないと、ラウンドっていうのは水切りがいいんで、落ち込みが早い、落とし込みが早い。それから、ディープをやる場合に、あまり水の抵抗がありますと、この巻き上げが大変。動きはそれはいいですよ。落ちる時の動きはすごくいいんですけども、それ以上に、要するに苦労するんで、こちらの方がいいと。それから、フラットで例えば100メーター以上になると、ちょっとでも潮が速いと、そのままどっか飛んでっちゃいます。水の抵抗がありすぎて、スーッと持ってかれちゃいますから、やっぱちゃんとまともに狙えないということですね。85は、まあ普通に言うと、相模湾のカツオとか、それから目地とかってすごい活躍してますし、東京湾シーバスとか、それから、スピンスロー。スピンスローでのヒラメとか、ま、マダイとかにいいですね。で、115、145っていうのは、東京湾とか駿河湾の、タチウオでまず大活躍したっていうことと、それからプラスして、相模湾と東京湾で、今年のサワラジギングでは圧倒的な超過を出してましたね。はい、上越とか、東北の日本海側、それから東北太平洋側、北海道、その辺のブリに非常に、ブリの方を狙っている方々たちから、一番要望があったのが、ツーウェイスパイキーセミロングの175、205を作れという話だったんですけども、それがこれです。で、ベイトサイズにすごいマッチしてるのももちろんそうなんですけども、やっぱり、使いやすさ、ロングもちろんいいんですけど、ロングでこうパンパンパンっていうのもいいんですけども、セミロングでもっと小さく小さくこう動かしていくとか、あと下の方からコーナーが逃げるみたいにフワッてやるとか、あとはイワシがパパパって逃げてるとかって、そういう演出するのに非常に楽だということですね。で、沈みが早いんでポイント魚探で見つけたポイントに素早く落とせるということですね。それから250とこう300、250、300って言うと、ツーウェイスパイキーだと、ノーマルタイプで、金目とかよく釣れてますよね。で、あれの対抗馬ですね。あれは、ちょっと、卵型の丸い感じですから、落ち込みがやっぱりそれなりに水の抵抗を受けるんで、遅いんです。もちろん、その分、小さい動きでも、動きが出るということは確かなんですけども、早く到達させる。それから、要するに、ベイトサイズにすごく近い。ベイトの、タイプも近いということですね。要するに細長いということですね。で、これだと、例えば沖縄だとか小笠原だとかのディープのカンパチ、それから、ディープで、マグロの単位ですね、ビンチョウのでかいやつとか、それからキハダの大きいやつなんかも狙うのにそう向いてます。で、あとはこの辺でも、ちょっとしたプチ遠征で使う、そのカンパチ、ヒラマサとかっていうのも、水深100メーター超えたらこの辺でも面白いと思いますね。特に潮が速い時は、正付けにしてパンパンパンって狙ってもいいし、それから潮があんまりないんだったら、逆付けでちょっとこう、横向かしてあげる。スロージギングのディープの、例えば金目を狙うとかっていう時には、やっぱり一番活躍するんじゃないかなと思います。で、この大きさなんですけども、これがよく外棒なんかで一番レギュラーな、ロングの145ですね。で、これがこの長さなんですけども、300と比べてほぼ同じなんですね。長さ的に。まあ、厚さとか、ね、当然重さが2倍ありますから、それなりの体積はあるんですけども、長さ的にこんな、一番魚が食いやすいような長さです。で、色がここに、こうやって3色ありますけども、ブルーとピンクは作ると思いますけども、グリーンは
GG、要するに海ホタルのグリーンゴールド。で、横島カラーですね。横島グリーン。やっぱりよく釣れるという横島グリーンで行くと思います。あとは、ハニービーですね。ハニービーシリーズ。奇跡のカラーと言われている 03P。それから一番、その、誰でも使いやすい 04G。シルバーにグローですね。グローの斜め模様。それと、次の 07G と言われているのは、ブルーピングローです。はい。期待してください。かなり、スローの人にも、それから、ワンピッチの人にも受けると思います。